ミストラスは、ギリシアペロポニソス半島南東部のラコニア県にある、中世城塞都市遺跡。東ローマ帝国の地方行政組織、モレアス先生公領の行政府、文化都市で、ユネスコ世界遺産に登録されている。日本では、西欧の文献で長く用いられた表記を採用して、ミストラと記す場合も多い。また、ミストラスは、遺跡付近の集落の名でもあり、 遺跡周辺を含む自治体の名でもあった。行政区画の再編により、現在はスパルティ市の一部となっている。この都市の元々の名前、ミジスラスは、チーズ製造楽の丘を意味する中世ギリシア語である。これがミストラスという現在の形に変わったのは17世紀以降のことと考えられる。十字軍と共にやってきた西欧人はギリシア人が話す。 この言葉の体格型を主格と聞き違え、自らの言語に取り入れて、ミススラとした。その後この名称が天下を遂げて17世紀後半に、ミストラと呼ばれるようになり、現在に至っている。西欧の文献並びに、それを取り入れた日本語文献の多くでこの名称が用いられているのは、こうした経緯によるものである。ミストラスの歴史は近隣に立つ古代都市スパルタの、 歴史と密接に結びついている。古代スパルタは395年の西豪島族長、アラリックの攻撃により崩壊し、間もなくキリスト教都市として再建された。その後、6世紀に始まるスラブ人の侵入と定住の中、再度スパルタ市は放棄され、市民の一部はシチリア島に移住、別の一団は半島南東端の沿岸にモネンバシア市を建設して、 スラブ人の波を逃れることになった。10世紀に、スラブ人のギリシア聖教文化への同化が完了して、ペロポニソスにおける東ローマの支配が再建されると、スパルタ氏も再び不主教座とし、ラケデモンとして再建され、その後、長く安定した時代が続いた。ペロポニソスとスパルタの状況が一変するのは、東ローマの首都コンスタンティノポリスを征服し、 ラテン帝国を建設した第四回十字軍の時代である。彼らは征服前の取り決めに基づいて旧帝国領を分割することになったのであるが、ペロポニソス半島はフランス騎士ギオーム一世とシャンリットとジョフロア一世とビルアルデュアンの二人に与えられ、彼らが征服を進めつつ赤いアコ国を建設した。第四代赤いア公、ギオーム二世。 ドビルアルドゥアンは1248年にモネンバシアを占領して半島の統一を達成した。しかし、タイゲトス山脈にはなお、スラブ人の一部族、メリング族がより広告に対して不服従を続けていた。ギオームは1249年、彼らを監視し服属させるための前線基地としてタイゲトス山脈脇に 良好な条件を備えた丘を見つけ、ここに城を築いた。それが、ミストラスの始まりである。彼は他に、大マニ城も建設し、重点的に支配の確立を図った。前哨基地として建設されたミストラスであったが、ギオームはこの城を機に、入り、かなり多くの時間をここで過ごしたようである。当初は城に滞在していたが、新たに滞在用の館を丘の中原に建設している。 アカイア公国の前世紀を築き上げたギオーム2世であったが、思わぬところで失墜を経験する。彼は、コンスタンティノポリス奪回に大きく前進しつつあった東ローマの亡命政権に、ケア帝国のミハイル8世、パレオロゴスミカドを牽制すべく、イッピロス先制公国やシチリア王国との同盟に乗り出し、1259年にペラゴニアの戦いで、これに挑んだ。しかし、 同盟軍は大敗を喫しし、義ー部は捕虜となってしまう。彼は3年間の旅修生活の後、ようやくミストラス、モネンバシア、大マニジョーゲラキヨン要塞を東ローマに割上することで釈放された。こうしてミストラスは東ローマ領ペロポニソスの重要拠点としての歴史を歩み始めることになった。当初は港湾、要塞都市モネンバシアが、 東ローマ支配の拠点となったが、東ローマ側が赤谷公国の征服を目指して内陸に進出すると、ミストラスに中心地が移動した。しかも、戦争が膠着状態になったため、戦乱を避けて、それまでスパルタに居住していたギリシア人住民が安全を求めて、ミストラスの城下に集まってくるようになった。こうして、それまでは単なる城であった。 ミストラスが都市として発展する土壌が作られた。ミストラスが発展期を迎えたのは14世紀も半ばのことである。定位争いの内乱を経て即位したヨアニス六世カンダクジノスは内乱で弱体化した帝国を再建すべく各地に親族を統治者として派遣した。ペロポニソス半島にはジシマヌイルカンダクジノス先生校が派遣され、 彼は1349年10月25日に到着した。これが、いわゆるモレアス先生綱領の発足である。マヌイルは、半島全体の復興と発展に尽力したが、中でもミストラスの発展は目覚ましいものがあった。彼はミストラスに今日構え、先生綱領の拠点にふさわしく、また増加しつつあった人口に対応しうる、都市づくりを開始した。彼は、 市街地を取り囲む城壁を建設し、各所に塔や門を建設して、防備を固めた。また、ビルアルドアンが建てた館を増築して、宮殿とし、行政の中心とした。城壁内地区に移り住んだ人々は、それぞれの家屋を建設し、市街が形成されていった。この時、市街建設の建材にはすでに廃墟となった古代、スパルタの石材が多く使われている。 マヌイルがミストラスにもたらしたのは単なる都市空間の基礎だけではない。一流の教養人を父に持つ彼は文芸にも理解を示し、戦乱、清掃を逃れてコンスタンティノポリスやセサロニキから移住してきた文化人を保護し、また、聖堂、修道院の建設を講演した。自由な気風に満ち溢れたミストラスにおいて文芸では人文主義、 教会美術においては、写実的な作風が、特徴的ないわゆる、パレオロゴスアサ、ルネサンスと呼ばれる、文化交流の一典型が形成された。少し後の時代になるが、ギリシア民族の再生を訴えたシンプラトン主義、哲学者、ゲオルギオス・ゲミストス・プリソンを生み出したのも、このミストラスの環境であると言える。彼はこの都市で研究し、教育活動を行い、1452年に、 ここで死去した。マヌイルの死後間もなくして、モレアス先生綱領はパレオロゴス家の構成員による統治に移行したが、ミストラスは変わりなく同治の政治、社会、文化の中心地であり続けた。この時代にはさらに宮殿に、越見広間が増築されて、現在の形となり、市街地はさらに拡大された。修道院や聖堂の数も増加し、文化都市としての発展も続いた。 モレアス先生公領は、コンスタンティノス・パレオロホス先生公の下で、アカイア公国を併合して、半島の統一を達成し、さらには、アテネとギリシア本土に進軍する勢いを見せた。ミストラスは中世ヘレニズムの中心地として、オスマン町に周囲を囲まれて、衰退を見せる首都コンスタンティノポリスをしのぐ繁栄を、謳歌した。しかしモレアス先生公領の発展と繁栄も、 遠く離れたコンスタンティノポリスを解放する力とはならなかった。ギリシア本土に進軍したコンスタンディノスの軍隊はオスマン軍の反撃に相敗退し、先制攻領にも大きな被害をもたらした。コンスタンディノスは任意をアニス発生、パレオロゴスミカドの死去に伴い、1449年1月、ミストラスで退官し、コンスタンティノポリスに向かった。 彼がこの地を再び踏むことはなく、1453年5月29日、コンスタンティノポリスの陥落と共によう去った。今やバルカン半島とコアジアを統一する勢力となったオスマン朝に対し、東ローマ唯一の残存拠点となったモレアス先生考領は内紛に揺らぎ、抵抗する術を持たなかった。1460年5月29日、最後のミストラス先生校、 ディミトリオスパレオロゴスは進軍するオスマン朝のスルタンメフメト2世に降伏会場し、モレアス先生綱領の歴史は終わった。くしくも、それはコンスタンティノポリスの陥落からちょうど7年目のことであった。しかし、オスマンによる征服はミストラスの歴史の終わりを意味しなかった。トルコ風にメジストレと解消されたミストラスは引き続いて、 オスマン領となったモラ県の行政府として発展を続けた。宮城の城は守備隊の駐屯地、宮殿は県知事の所在地、キリスト教の聖堂や修道院は多くがイスラム教のモスクに改装された。ミストラスに新たなモスク建設の跡が見られないのは特筆すべきことであり、新たな住民となったオスマン人もこの美しい建築物を愛好したことを伺わせる。 1> 約一世紀間にわたる平和期間の中で市街地はさらに拡大され城郭地区を越えて外市街までが形成されるに至った。また土着の産業として絹織物産業が発展し、ミストラスの発展を経済的にも支えた。市街にはトルコ人、キリシア人のほかユダヤ人商人も住みつき、彼らの地区も形成されている。その後、 16世紀末から1684年から1715年の一時的なベネツヤ支配を挟んでペロポニソス半島は小規模な紛争の断続する時代に入ったがミストラスは特に大きく影響を受けることはなかったこの時代には人口4200人を数えていた近代に入り古代にリシアへの関心が西欧で高まるとドイツフランス イギリスなどから数多くの旅行者がギリシャ各地を訪問した。彼らはミストラスをも訪問したが、彼らはそこを中世ビザンティン都市とはみなさず、古代スパルタの栄光を見出そうとした。先制校の宮殿は彼らにとってはトロイア戦争の英雄、スパルタをメネラオスの宮殿だったのである。有名なヨハンボルフガングフォンエーテのファウスト第二部第三幕では、 ファウスト博士が乗っ取ったスパルタ宮殿が出てくるが、これもまたミストラスの描写そのものである。ミストラスに破壊と衰退がもたらされたのは18世紀後半のことである。この頃になると次第にペロポニソスのギリシア人は自立、あるいはさらに独立を求める傾向を強め、これに西欧、ロシアなど列強が絡んで紛争は拡大した。1770年、 ロシア帝国女帝エカテリーナ2世の指令を受けたオルロフ家のグリゴリー・アレクセイ兄弟がペロポニソス半島において大規模な反乱を指導した。しかし、これは失敗に終わり、その報復としてオスマン朝のアルバニア軍団が半島全土に破壊と荒廃をもたらした。ミストラスもその例外ではなく、市外の建造物の多くが破壊され、人口も大幅に減少した。 歴史の皮肉がミストラスに襲いかかる。すでに衰えたミストラスにとどめを刺したのは1821年に始まるギリシア独立戦争であった。1825年、オスマン朝、アルバニア軍団の司令官、イブラーヒーム・パシャはギリシア軍に猛攻を加えミストラスを占領しこれを怪人に返せしめた。ミストラスの都市機能はこの時、事実上終焉を迎えた。 さらに、ギリシア独立後の1834年、新国王葬儀一世は、ミストラスの死滅都市宣言を発し、新たにスパルタ市の建造に着手する。住民は次々にスパルタに移住し、新たな都市の建設には廃墟となったミストラス建造物の建材が再利用された。ミストラスが建設された時とは逆のことが行われたのである。なお泊まっていた住民は、 旧来の城郭地区ではなくその外側に新たなミストラス村を建設しそこに居住することとなった。1921年、ギリシア政府はミストラスを史跡に指定し、都市全体が博物館として保存されることが決定した。1938年からは建造物の修復、保存活動が始まっている。第二次世界大戦とそれに続くギリシア内戦の一時期、 ミストラスは近隣住民の避難先、あるいは軍の拠点として使用されたが、1949年の内戦終結に伴ってパンダナサ修道院の修道場を除いて残っていた全住民が退去し、生活空間としてのミストラスの歴史は完全に終わりを告げた。ミストラスは都市遺跡、博物館として整備され、1989年には、 ユネスコ世界遺産に登録されて現在に至っている。ミストラスにはギリシャ正教会関連の美しい聖堂、修道院と宮殿、住居など数多くの建造物が残っている。この世界遺産は世界遺産登録基準のうち以下の条件を満たし登録された。ミストラス地区はかつてラコニア県に属する自治体、ミストラス市であったがカリクラティス改革に伴う。 自治体等配合によって、スパルティ市を構成する行政区となった。現在のミストラスの集落は、かつてのミストラスの城郭の外にできたもので、ミストラス観光の拠点となっている。旧ミストラスの行政的な中心は、ミストラス村ではなく、スパルティ市街に連誕するマグラに置かれていた。ミストラス地区は、以下のキノティタ及び、都市、集落から構成される。表中の、デルタ。 デルタはデルタイタミュータウイオタカッパ、デルタイオタアルファミューロウイオタシグマミューアルファの略であり、カポニストリアス改革による統廃合以前の旧自治体に由来する区画である。内は人口を示す。日本語でミストラスそのものを単独で取り上げた文献は現在のところない。英語で書かれた簡単なミストラスの歴史と史跡に関する文献を挙げておく。ありがとうございます。